はい、それではですね、灘高校の問題ね、ちょっと解説していきたいと思います。2005年の灘高校ですけども、2つの三角形 ABC と DF があって、これが合同であると。でなおかつ正三角形ということです。2つの三角形ね。あとは各 DEC がこう90度になっているよと。その時のこの合同の正三角形の一辺の長さですねを求めなさいという問題であります。で、この問題はですね、結構一瞬で解けます。あることを知っていれば一瞬で解けます。あることって何かっていうとですね、この三角形、よく入試で出てくる形なんですけど、30度、30度、120度の二等辺三角形なんですが、これ、三辺の比が決まっています。1対1対ルート3っていうぐらいに決まっています。なんでこれが1対1対ルート3になるかっていうのは、私のね、他の動画30、30、120度の二等辺三角形っていう動画を上げてるので、そこでちょっと見てください。ということで、まずこれをまず知ってるかどうかっていうことがちょっとポイントとなっていきます。でこの30、30、120度の二等辺三角形どこにできるのかっていうことなんですけども、今正三角形なので、今ここ60度になるよね。で90度から60度引いたらここ30度になります。で、ここ正三角形でここ60度なんだから、ここの外角は180から60引いてここ120度になるでしょ。そうすると120度30度だったら残りの角が30度になります。ということで、この30、30、120度、ここに BF ですね、これが30、30、120です。で、今言ったように、30、30、120がこれ1対1対ルート3なので、ここを丸1個分とすると、ここ丸1個分、ここ丸のルート3個分。というぐらいになります。で、今、この正三角形合同だから、EF の長さがルート3だったら、これ BC の長さもルート3なわけ。ね、ここ正三角形合同ですからね。ということで、もうこの辺見てもう答え出るでしょ。今、正三角形一辺の長さを求めろ。例えば、BC の長さを求めようとするならば、これ正三角形一辺の長さですね。で、今分かってるの EC の長さ、10っていう長さが分かってるんだけど、これの、比例ルート3足す1分のルート3倍出るよね。これ分のこれ倍だよね。この BC の長さが比例言うルート3個分。で、10、EC の長さがルート3足す1個分なんだから、ってことは、ルート3はルート3足す1の何倍ですかって言ったら、ルート3足す1分のルート3倍。ということで、こういう形で求めることができるわけね。そうすると、あとは、有理化ですね。まあ、これはちょっと何回こう受けるんだったらみんな知ってるかなと思いたいところなんだけど、ルート3足す1だったら、ルート3引く1をかけます。分母分子。ということなので、ここ計算したら、10×3-1 で2になるよね。3-1 で2分の、ルート3かけるルート3で3。ルート3かけるマイナスでマイナスルート3。ということで、3-1は2だから、まあ、ここ2って書いてありますけど、2で、約分してあげて、ここ約分して5で、1で。で、あとは、掛け算して、5×3で15。5× マイナスルート3でマイナス5ルート3という具合にして解くことができるよということですね。いいかな。ということで、7高校の問題でもね、ズバッと一発で、結構さらっと解けます。ポイントは30、30、120とか1対1対ルート3ですね。ということを知っていれば、こうやって解くことできますのでね、ぜひですね、ちょっと、この比が気になるって方はですね、ちょっと、下にリンク貼っておくので、ぜひ見ておいてください。以上で解説終わります。じゃあね。バイバイバイ。